ヘンリー・モーズリーは、イギリスの技術者、発明家、工作機械の父と言われる。同盟の父は、工兵隊の車輪製造工だったが戦闘で負傷し、ロンドンのウリッジ王立交渉で倉庫番をしていた。そこで、若い未亡人と知り合った父が結婚して儲けた7人の、このうち5番目の子である。1780年に父は亡くなり、モーズリーは12歳で、 王立交渉で薬莢に火薬を詰める仕事に就いた。2年後に大工道具店に移り、15歳の時からその火事場で修行を始めた。タンヤ市として軽くて複雑なものを作る仕事の才能があるように思われた。モーズリーの腕前は評判となり、それを聞きつけた発明家ジョセフ・ブラマーの依頼を受けることになった。ブラマーはその頃、新しいタンブラー城を開発して、 特許を取っていたが、この複雑な鍵を安く製造できる職人が見つからず、苦労していた。部下の一人から推薦されてモーズリーと連絡を取った。ブラマーは、モーズリーがまだ18歳であることに驚いたが、実際に腕前を見ると雇い入れることに決めた。モーズリーは、ロンドンのデンマーク通りにあるブラマーの工房で、働くようになった。ブラマーの工房のショーウィンドウに飾られていた鍵の、 日本を制作したのはモーズリーである。この鍵には、ピッキング行為に成功したものに対して200ポンドの検証金がかけられていたが、成功者が現れたのは実に47年も後であった。モーズリーは特別な工具や工作機械を設計し、ブラマー上の安価な製造を実現した。また、ブラマーは水圧器を設計していたが、ピストン周りの水密シーリングに苦労していた。 一般的な手法では、朝繊維を素材としたパッキンを使用するが、要求される高い水圧に耐えられなかった。このブラマー水圧機のために、モーズリーは、比較性のガスケットを使うことで、完璧なシーリングと抵抗のない円滑な動作を両立させた。水圧機は完璧に作動するようになり、モーズリーの貢献は大きなものであったが、ブラマーからの経済的な見返りはほとんど与えられなかった。 モーズリーがブラマーの下で働き出した頃の一般的な旋盤は足踏み動力で切削用の刃物は職人が手に持って切削箇所に当てる仕組みだった。そのためあまり精密な作業はできず特に鉄製品を加工する場合には問題だった。そこでモーズリーはバイトを固定できる工具台を取り付けるように改良した。この工具台は旋盤本体に対して正確に 平行移動できるようになっていた。その結果、寸法が決められた製品を、これまでにない制度で量産できるようになり、このスライドレスト付き旋盤は、機械加工に革命をもたらした。頭角を表したモーズリーは、たちまちブラマーの工房の主任となった。1791年に、モーズリーは、ブラマーの、ハウスメイドだったサラ・ティンデルと結婚し、4人の息子を設けた。 長男のトーマス・ヘンリーと呼ぶ男のジョセフは、後に、父の事業を手伝うようになった。次男のウィリアムは、土木技術者となり、イギリス土木学会の創設者の一人となった。1797年、モーズリーは、ブラマーから独立することを決めた。そのきっかけは、モーズリーが週にわずか30シリングの賃上げを求めたのを、ブラマーが拒んだことであった。この時、 グラマーの下で働き出して8年が経っていた。はじめ、モーズリーは小さな店とか地場をロンドンのウェルズ通りに構えた。その後、1800年には、キャベンディッシュスクエア近くのマーガレット通りにある、もっと大きな建物に移った。独立後の最初の大きな仕事は、マーク・イザムバード・ブルネルの依頼で、滑車製造用の42台の木工機械マークを製作したことである。これは、 海軍の小船が装備する穂の操作用滑車の生産に使うためで機械の設計はサミュエル・ベンサムの開発したものを基礎としていた。完成した木工機械は専門工場であるポーツマス滑車工場に据え付けられ、現在も稼働中の同工場には当時の機械も一部が残っている。これらの機械は合計で年間16万個の滑車の製造能力を誇り、 従来は110人の人員を要したところ10人での稼働を実現した。これは専用機械を使ったライン生産方式が実用化された最初の著名な例であった。また、モーズリーは産業用として最初の実用的なねじ切り旋盤番を1800年に生み出した。これは ネジ山を一定の大きさに統一して量産できる旋盤としては初めてのものであった。このネジ切り、旋盤によってそれまではアイディア止まりだった部品の互換性がボルトとナットの関係について実現された。これ以前はボルトとナットは特定の一組でしか噛み合わせることができず、例えば機械の分解をした時には元の組み合わせを記録しておかないと復元できなかった。 モーズリーは自分の工房内で使うネジ山を規格化し、規格に合ったボルトとナットを作るためのダイスとタップを用意した。これは工房での加工技術の一大進歩であった。モーズリーはスライドレスト付きの旋盤の最初の発明者であるとよく言われるが、これは事実ではない。また、旋盤について基準ネジとスライドレスト、交換可能なギア機構という3要素を組み合わせた。 最初の人物でもないかもしれない。しかし、これらの3要素を組み込んだ旋盤応用に広め、工作機械と機械技術におけるネジ山の応用に関して大きな進歩を生じさせたのはモーズリーである。モーズリーは1万分の1インチ単位で計測できるベンチマイクロメータの発明物でもある。このマイクロメータを大砲管と呼び工房内のあらゆる精密測定に使用した。 1810年までには、モーズリーの工房では80人の職工が働くようになった。工房が手狭になったので、今度はウェストミンスター通りのもっと大きな建物に引っ越した。モーズリーは海軍省勤めの若い製図工だったジョシュア・フィールドを雇い入れ、後にその才能を買って共同経営者とした。モーズリーの息子たちが経営者になった後には、 会社名もモーズリーサンズフィールドと変わった。ウェストミンスター通りに移ったモーズリーの工房は船舶用の蒸気機関を専門的に手掛けるようになった。モーズリーが船舶に対して使用したエンジンのタイプはサイドレバー構造のものであり、機関のレバーがシリンダーの横に並んで搭載されていた。この形式の機関は高さを抑えることができ。 蒸気船の狭い機関室に適していた。1815年にモーズリーは最初の船舶用蒸気機関を製造した。この17馬力の機関はテムズ川の蒸気船、リッチモンドに使用された。1823年にはイギリス海軍最初の蒸気船、ライトニング用の機関を供給した。1829年には400馬力の当時、 世界最大の船舶用機関を作り、イギリス軍艦 D に搭載した。モーズリーが死んで、息子の代となった後の1838年には、客船、グレート・エスタム用の750馬力の蒸気機関を製造し、同船の大西洋横断を成功させた。なお、同船は、イザムバード・キングダム・ブルネルが設計した船である。1825年に、マーク・イザムバード・ブルネルが、 テムズトンネルの事業に着手した。これはテムズ川を挟んだロザハイスとワッピングをトンネルで結ぶ計画である。テムズトンネルは多くの混乱を超えて1842年に完成しテムズ川を潜る史上最初のトンネルとなった。この事業はブルネルが設計しモーズリーサンズフィールド社が製造したシールドマシンなくしては成り立たないものであった。この 排水用の蒸気ポンプも、モーズリーは提供している。晩年のモーズリーは、天文学に興味を抱き、天体望遠鏡の製作を始めた。彼は、施設の天体観測所を持つためにノーウッドに家を買う、つもりでいたが、この計画は実現しないうちに死を迎えた。1831年1月、モーズリーは、イギリス海峡を渡る際に引いた風をこじらせ、 4週間後の2月15日に、よう去った。遺体は、セントメアリー・マグダレン・ウリッジ教会に葬られた。その聖母礼拝堂にあるモーズリーの墓碑は、自身が生前にデザインしたものである。モーズリーの工房は、多くの優れた技術者たちを送り出した。リチャード・ロバーツ、デイビッド・ネーピア、ジョセフ・クレメンテ、ジョセフ・ホイットワース、ジェームス・ナ・スミス、ジョセフ・フィールド、 ウィリアム・ミュアラを挙げることができる。モーズリーは、黎明期にあった、機械技術分野での進歩にも貢献したが、その最大の功績は、工作機械分野における先駆者としてのものであった。以後、発展した、工作機械は、世界中の工場で使用されるに至る。モーズリーの起こした会社は、19世紀のイギリスで、最も重要な機械製造業者であったが、1904年に、 その幕を閉じた。早々のウォルター・エイチ・モーズリーは、モーズリー・モーター・カンパニーを設立した。また、その息子のレジナルド・ウォルター・モーズリーは、スタンダード・モーター・カンパニーの創業者である。ありがとうございます。